スタンドマイヒーローズは、コリより配信されている、スマートフォン向けソーシャルゲーム。ジャンルは、女性向けシナリオ、パズルゲーム。略称は、スタマイ。2016年9月5日にアップストア、Google プレイにて、配信開始。同社制作の女性向け恋愛アプリ、ドラッグ王子とまとり姫の世界観やストーリー、キャラクターが一部転用されている。主人公は、憧れの麻薬取締館。 マトリとして入庁を果たし、男性だらけの職場に配属される。たった一人の女性会員として、警視庁、高校生、セレブ、はたまた裏の組織から有能な男性たちをスカウトする。麻薬取締部のメンバー。その捜査企画課には、特に優秀な捜査員数名が配属されている。全国でもわずか240名しかいない。 殺人や強盗など凶悪犯罪を担当している。小説家の兄と俳優の弟。十数年前に起こった事件が原因で、妹のサラが入院している。条件次第で欲しい情報は何でも手に入る情報や、他者との交流を好まない謎の一家。アニメ、スタンド・マイ・ヒーローズ・ピース・オブ・トゥルースには未登場。アニメ公式サイトの集合絵にも描かれていない。ゲームに登場する。 サブキャラクター。一部の人物はアニメにも登場する。菅野夏樹役の山谷幸生と、霧島荒野役の中島よしきによる、ウェブ番組、スタマイチャンネルが YouTube にて、ファーストシーズンは2017年7月13日から2018年8月23日まで、毎週木曜に、セカンドシーズンは2018年10月4日から2019年8月22日まで、 毎月第1、第3目用に配信。スタンドマイ・ヒーローズ・ピース・オブ・トゥルースのタイトルで2019年10月から12月まで東京 MX 他にて放送された。薬効体質の持ち主、泉玲は薬物絡みの未解決事件を扱う独立捜査機関、スタンドメンバーをスカウトする役に任命される。スタンド候補は情報やレベルのメンバー、鈴木誠、 京介兄弟、大森製薬の苦情相場。やがて彼らが15年前の七死事件の被害者、関係者だったことが明らかになる。七死事件の真実。それは薬物捜査の刑事、伊田正義が大森製薬の研究員、日比谷祐樹を惨殺した事件で、スタンドは警視庁が事件に刑事が関わっていたことを隠蔽するために作られた組織だった。 マトリは再び薬物が出回る情報をつかみ、大森製薬の九条相場を包囲する。九条の車から薬物が見つかるが、仕掛けたのは九条家に恨みを持つ、使用人、宮瀬剛だった。泉は宮瀬を発見するが、逮捕できず取り逃がす。泉は、正義とは何かを問いながら、新たな事件に向かう。スタンドマイヒーローズインナゾともカフェ麻薬捜査編が、 謎ともカフェ全店舗にて2018年1月19日から4月22日の期間に開催された個室ミッションキューブにて提供された読み始めたら止まらない修力の物語を祝2周年スタンドマイヒーローズの魅力を徹底解説 4gamer.net https://www.4gamer.net スラッシュゲームズスラッシュ344スラッシュ g034411 スラッシュ20180822140 20スラッシュ2019年5月13日閲覧イケメンが動いて喋るパズルアプリスタンドマイヒーローズが配信開始 4gamer.net https://www.4gamer.net/.games/.344/.g034411/.20160906090/.2019 スラッシュゲームズスラッシュスラッシュ年5月11日日閲覧。株式会社、コリ、スタンドマイヒーズ公式 HP よりハット AB、秋ア,アニメ、スタンドマイヒーローズティザービジュアル第1弾。 pv 公開。アニメオリジナル。泉ずみのビジュアルなども解禁。アニメートタイムズ。https www.animateimes.com n e w s ュニ t ーススラ,<ッ>ラ<ッ> .php id イコール15億5781万73832019年5月15日。閲覧。 スタンドマイ・ヒーローズキャラクター紹介マイナス。キャラクター紹介。2019年5月20日閲覧。アニメ公式ツイッター、原作キャラクター、伊田正義と日比谷祐希出演決定。スタマイチャンネル。YouTube、2019年5月13日閲覧。ABCDEFG、2019秋アニメ、スタンドマイ・ヒーローズ TV アニメ2019年10月。 放送決定。さらに、中国語反対アザ版の配信決定。アニメートタイムズ。https コロンスラッシュスラッシュ www.animateimes.com スラッシュニューススラッシュィテールズ .php id イコール15億5330万60132019年5月11日。閲覧。abc.tv アニメ。 スタンドマイ・ヒーローズ・ピース・オブ・トゥ・ルース10月、放送開始。第1弾 PV。YouTube、該当時間、0時56分、https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ、V イコールスポイブン IT レイ2019年5月15日、閲覧。アニメエンディング曲、プレシャス・マイ・ヒーローズ、フォックス・キャプチャープランフィーチャリング宮本一行。 TV アニメ、スタンドマイ・ヒーローズ・ピース・オブ・トゥルース公式サイト。2019年9月5日閲覧。AB、オンエア情報。t v アニメ、スタンドマイ・ヒーローズ・ピース・オブ・トゥルース公式サイト。2019年9月17日閲覧。テレビ放送対象地域の出展、JCOM のサービスエリアを選択。JCOM、ジュピター・テレコム。2019年9月5日閲覧。 ジェイコムテレビ視聴方法。マイ・ジェイコム。ジュピター・テレコム。2019年9月5日閲覧。ブルーレイ、ray. DVD。TV アニメ。スタンド・マイ・ヒーローズ・ピース・オブ・トゥルース公式サイト。2020年4月22日閲覧。スタンド・マイ・ヒーローズ・イン・ナゾトモカフェ・麻薬捜査編。ナゾトモ。2021年2月2日閲覧。 スタンドマイヒーローズピースオブトゥルースに関するカテゴリー、ありがとうございます。